サムエル記第22章この後ダビデは主に伺っていったユダの一つの町へ登っていくべきでしょうかすると主は彼に「登って行け」と仰せられたダビデが「どこへ登るのでしょうか」と聞くと主は「ヘブロンへ」と仰せられたそこでダビデは二人の妻 イズレール人アヒノアムとナバルの妻であったカルメル人アビガエルと一緒にそこへ登っていったダビデは自分と共にいた人々をその家族と一緒に連れて登ったこうして彼らはヘブロンの町々に住んだそこへユダの人々がやってきてダビデに油を注いでユダの家の王としたヤベシギルアデの人々がサウルを葬ったということがダビデに知らされた時 ダビデは、ヤベシュギルアデの人々に使いを送り、彼らに言った。あなた方の主君サウルに、このような真実を尽くして、彼を葬ったあなた方に、主の祝福があるように。今、主があなた方に恵みと誠を施してくださるように。この私も、あなた方がこのようなことをしたので、善をもって報いよう。さあ、強くあれ。勇気のある者となれ。あなた方の主君サウルは死んだが、 ユダの家は私に油を注いで彼らの王としたのだ。一方、サウルの将軍であったネルの子アブネルは、サウルの子イシュボシテをマハナイムに連れて行き、彼をギルアデ、アシェル人、イズレール、エフライム、ベニヤミン、全イスラエルの王とした。サウルの子イシュボシェテは四十歳でイスラエルの王となり、二年間王であった。ただユダの家だけはダビデに従った。 ダビデがヘブロンでユダの家の王であった期間は七年六ヶ月であった。ネルの子アブネルはサウルの子イシュボシェテの家来たちと一緒にマハナイムを出てギブオンへ向かった。一方、セルヤの子ヨアブもダビデの家来たちと一緒に出て行った。こうして彼らはギデオンの池のそばで出会った。一方は池のこちら側に、他方は池の向こう側に留まった。アブネルはヨアブに行った。 さあ若い者たちを出して、我々の前で討議をさせよう。ヨアブは言った。出そう。そこでベニヤミンとサウルの子、イシュボシェテの側から十二人、ダビデの家来たちから十二人が順番に出て行った。彼らは互いに相手の頭を掴み、相手の脇腹に剣を刺し、一つになって倒れた。それでそのところは、ヘルカテ・ハツリムと呼ばれた。それはギブオンにある。 その日、戦いは激しさを極め、アブネルとイスラエルの兵士たちは、ダビデの家来たちに打ちまかされた。そこに、チェルヤの三人の息子、ヨアブ、アビシャイ、アサエルが居合わせた。アサエルは野にいるカモシカのように足が速かった。アサエルは、アブネルの後を追った。右にも左にもそれずに、アブネルを追った。アブネルは振り向いていった。お前はアサエルか。彼は答えた。 そうだ。アブネルは彼に言った。右か左にそれて、若者の一人を捕らえ、その者から剥ぎ取れ。しかしアサエルは、アブネルを追うのをやめず、他へ行こうともしなかった。アブネルはもう一度アサエルに言った。私を追うのをやめて他へ行け。なんでお前を地に打ち倒すことができよう。どうしてお前の兄弟ヨアブに顔向けができよう。それでもアサエルは、他へ行こうとはしなかった。 それで、アブネルは、槍の石突きで彼の下腹を突き刺した。槍はアサエルを突き抜けた。アサエルはその場に倒れて、そこで死んだ。アサエルが倒れて死んだ場所に来た者は皆、立ち止まった。しかし、ヨアブとアビシャイは、アブネルの後を追った。彼らがアマの丘に来た時、太陽が沈んだ。アマは、ギブオンの荒野の道沿いにあるギア派の手前にあった。ベニヤミン人は、 アブネルに従って集まり、一段となって、そこの丘の頂上に立った。アブネルはヨアブに呼びかけていった。いつまでも剣が人を滅ぼしてよいものか、その果てはひどいことになるのを知らないのか。いつになったら、兵士たちに自分の兄弟たちを追うのをやめて帰れと命じるつもりか。ヨアブは言った。神は生きておられる。もしお前が言い出さなかったなら、確かに兵士たちは明日の朝まで、 自分の兄弟たちを追うのをやめなかっただろう。ヨアブが角笛を吹いたので、兵士たちは皆立ち止まり、もうイスラエルの後を追わず、戦いもしなかった。アブネルとその部下たちは、一晩中アラバを通って行き、ヨルダン川を渡り、午前中歩き続けて、マハナイムに着いた。一方、ヨアブはアはネルを追うのをやめて帰った。兵士たちを全部集めてみると、ダビデの家来十九人と、 アサエルがいなかった。ダビデの家来たちはアブネルの部下であるベニヤミン人のうち360人を撃ち殺していた。彼らはアサエルを運んでベツレヘムにある彼の父の墓に葬った。ヨアブとその部下たちは一晩中歩いて夜明け頃ヘブロンに着いた。